福島市景観百選17花見山の色とりどりの花木花見山公園は福島県福島市にある柿園芸農家の私有地の名称。中心市街地から見て南東阿武熊川湯岸の渡り地区の丘陵地中腹に位置する。所有者が公園として市民に無料開放しており、特に春の花見シーズンには多くの観光客を集めている。公園周辺の農家も 岳園芸を行っており、地区一帯で花が咲くため、花見山は地区全体の総称としても使用されている。福島盆地の東園を形成する阿武熊高地に、阿武熊川支流の久留美川が形成した小規模な谷底平野があり、久留美川本流とその支流の鈴が入腺に挟まれて樹脂状給料が張り出している。 その丘陵先端部の標高約110メートルから約180メートルに、東園は位置する。集落がある、谷底平野に立つと、くるみ川流出部の天井山も含め周囲はくるりと、丘陵に囲まれ、その至るところで、柿園芸が営まれている。春には、霧花出荷用の東海桜をはじめ、梅、桃、染井吉の、蓮行、ぼけ、三種湯。 木蓮そして椿等が当園のみならず、地区一帯に咲く。その様を写真家の秋山翔太郎は、福島に、当言語をありと経営をし、毎年訪れた。春以外では、老媒も陶器に見頃を迎える。観光客の増加により、4月初旬から下旬まで、一般車両の進入規制が行われるようになり、一般車両駐車場等を結ぶシャトルバスのバス停及び、 観光バス駐車場が設置された。観光バス駐車場周辺にはシーズン中に出店も設置される。観光バス駐車場と当園との間は約800メートルあり、ウォーキングトレール事業によって、地区内に遊歩道が整備され、地区内を流れる川の護岸工事も行われた。福島市警官百選12、花見山から見た、忍山と、市街地、 養蚕業が盛んだった福島盆地が天井山越しに臨める。江戸時代から新立地方は国内有数の養蚕地であり、現在の花見山公園を所有する安部家も養蚕を家業とし、また山から切り出した木材の販売もしていた。1929年に世界恐慌が始まると1930年1月の金解金により、 日本にもその影響が及んで、ギートの輸出減少とデフレからギートの価格が暴落し、昭和恐慌が始まった。安倍家でも養産業での収入減に加えて強行による親戚の事業失敗もあり、家と山を手放さざるを得なくなった。一方、1923年9月1日に発生した大正関東地震の復興過程で、 大日本園芸組合が1924年、東京府東京市京橋区の西銀座に開設した日本初の柿市場である高級園芸市場が生産者の好評を博したため、日本各地に柿市場が開設されるようになり、福島市にも福島製菓組合市場が開場した。また、稼働会では1930年に、茂森美玲、手塩原総風らが、 新興池花宣言を起草し、自由花運動が展開されていった。少しずつ山を買い戻していた安倍家は、このような背景の中で山に自生している花を取って販売するようになり、池花用の切り花の好調な売れ行きに成形が支えられるようになった。すると安倍家は花の栽培にも乗り出し、区は一本で山を開墾しながら作付けを広げていった。 1937年に日中戦争が始まると安倍家の男子も徴兵されて戦地に赴き労働力が奪われた食料事情が特に悪化した太平洋戦争中には不要不急の作物である花を栽培すると非国民扱いされるため統制経済下で麦、豆、芋などを作って供出するようになった1945年8月15日の終戦により 安倍家は開墾と花木栽培を再開した。1947年、篠部郡渡村は福島市に編入が合併された。1950年代後半になると開花期には山が一面の花で埋まるようになり、観光客が集まり始めた。夏季栽培の作業をしながら、観光客の相手までする余裕がなかったこともあるが、戦場で、 多数の悲惨な死を見てきた安倍家の主は戦争で苦しんだ人たちを元気づけたいとの思いもあり、花見山公園と名付けて1959年4月に無料開放した。また、観光客のために500万円かけてトイレを設置し、あずまや展望台、灯籠などの施設も自己資金で建設、観光客に無料で貸し出す杖や傘も揃えていった。 1975年頃、自身が審査員を務めた写真賞の出品作品で、当園を知った写真家、秋山翔太郎が初めて当園を訪れた。秋山は、山形県米沢市の別荘と東京都との間にある当園に、たびたび訪れるようになり、福島に当言語をありと形容して、展覧会や講演会で当園を紹介し、 当園の全国的な知名度向上に寄与した。ウォーキングトレール事業によって設置された観光バス駐車場と花見山公園との間の遊歩道その一方、花見シーズンに入ると観光客やカメラマンが多く集まり、道幅が狭い地区内及び周辺は渋滞に悩まされるようになった。そのため地区の住民らが周辺維持管理委員会を設立し、渋滞対策をしてきた。 また、1996年より建設省の補助事業、ウォーキングトレイル事業が始まり、東園周辺では遊歩道などの整備による保車分離が進められた。2004年には、東園のシーズン入園者数が20万人を突破したため、同意委員会、福島市観光協会、福島市物産振興協会によって、花見山環境整備協議会が設立され、観光や、 地域振興の環境整備にあたるようになり、2006年12月から花見山公園周辺環境整備事業が始まった。2007年、福島市の市政100周年を記念して、福島市景観百選が選定され、1、花見山から見た東連邦を、12、花見山から見た忍山と市街地、 17、花見山の色とりどりの花木と、登園一体は100選中3つの景観で選ばれた。2010年には、過去最高となる32万人が来園し、外国人観光客の団体も見られるようになった。2011年3月6日には3500人以上の観光客が訪れ、花見シーズンは順調に始まったが、3月11日に、 東北地方太平洋沖地震が発生。東園では一部の斜面が崩れただけで大きな被害はなかったが同地震に伴う津波で福島第一原子力発電所事故が発生し3月12日に1号機で水素爆発が起きると3月13日の観光客数は100人以下に落ち込んだ。さらに3月15日早朝に2号機と4号機で爆発が起きると 直線距離で約 60km 離れた福島市にも影響が及び環境放射線量は同日夕方から著しく増加して18時から19時台に24ミュージー H に達しその後減衰した3月27日の観光客数も285人と例年と比べて著名に少なくなった一方で震災によるイベント自粛の数制もあり 花見山観光振興協議会は、シャトルバスの運行やボランティアによるガイド、ポスター掲示などの中止を決定した。4月6日、福島県が実施した調査で、渡り地区の環境放射線量が4から5ミューシーベルト、H と比較的高いことが判明し、当地区が放射能汚染のホットスポットとして徐々に報道されるようになった。地震。 津波の被災地以外でも花見を自粛すべきという意見と、花見での飲食が被災地の復興支援になるという意見が、マスメディアを通じて紹介される中、桜の満開が近づくと観光客が集まりだし、4月16日には約7500人、翌17日には1万2000人が来園。シャトルバス運行中止の影響で420台分の駐車場は午前中で満車になり、 駐車待ちの車列により最大5キロメートルに達する渋滞が発生する事態となった。予想外の事態に被災者や避難者の支援のためのボランティア活動をしていた NPO 花見山を守る会はその合間を縫って4月19日に花見山の除染作業を実施し観光客の被爆を少しでも減らす努力をした。 結果的に花見シーズンの観光客数は昨年の1、3以下とはいえ9万4千人に上った。花見山公園へ続く東海桜並木の遊歩道。園芸花木であるため自然樹形とは異なる特徴的な樹形をしている。農業経済学に従って多様な樹種が栽培されている。春に収穫する桃の花と秋に収穫する桃じ花木は 商品作物であるため、日当たりを考えて斜面に植え付けが行われている。また、農作業用道路が網目のように広がる。福島市景観百選1、花見山から見た東連邦。東ず小富士と雪形雪うさぎが見える。花見山公園山頂の様子1959年4月、土地の所有者である安倍一郎が、 花見山公園と命名し、善意により無料開放を始めた。観光地化した現在も、私有地であるため、花見でよく見られる宴会は禁止されている。同公園周辺の花木も、私有地内に咲いていることがほとんどである。このような立地条件であるため、ウォーキング型の花見をする観光地となっている。地区一帯では、花木を中心とした柿園芸が盛んである。 花木収穫の際には自然な立位で枝を切るため、地上から1メートル強の部位を切断する。このため、自然樹形とは異なり、地上から例年切断する部位までの幹は太いが、それより上には多数の枝が極端に細い枝ぶりで密集して髪型に成長する。結果、筆あるいは放棄を逆さにしたような樹形となる。このような密集した枝に花が咲くため、 自然樹形と比べて花の密集度が高くなる。特定樹種のモノカルチャーとすると繁忙期に家族で賄えないほど多くの人手が必要になったり、年により工作不作の収量変動を受けたり、売れ筋の変化による価格変動を受けたりすることになる。そのため、同地区では人件費削減と収入安定のため収穫時期が異なる複数の樹種を栽培しており、 結果的に百花繚乱となった。個々の花木への日照時間が多くなるよう、柿園芸は傾斜地である丘陵地中腹において行われ、また個々の花木が重ならないよう少しずつずらして植えられている。このため、花見シーズンの頃は視野全体に花が広がり、個々の花木の樹形も手伝って、花の密集度が非常に高い風景が生まれた。また、 丘陵地にあるため、春の晴れた日には、坂の途上で雪をいただく、東連峰や東小富士の雪うさぎが遠くに眺められる。花見山の花木は商品であるため、本来なら満開になる前に柿市場に出荷しなくてはならないが、花見の名所になったため、観光用に切らずに残すか、それともつぼみの時期に出荷するか問題になっている。卸売より、 やや出荷時期が遅らせられる小売り直接販売の場として一部は福島花の町フェスティバルなどに出荷され出荷時期の分散化により花見の名所との両立が試みられている福島駅から南東へ直線距離で 3.4km 花見シーズンの4月は花見山公園周辺が7時 -17-00 の時間帯で一般車両の乗り入れが規制される 休日には、近隣の学校の校庭などが、臨時駐車場となる。福島駅東口より、道なりに4 2 4トル徒歩55分。3月下旬から4月下旬にかけて、阿武熊急行の福島駅着発往復切符と、福島交通の臨時バス、花見3号往復切符がセットになった、連絡乗車券、花見山切符が発売されている。最も大きい無料駐車場は、 アブクマシ水公園である。シーズン中は、東北自動車道、福島飯坂インターチェンジ等から、この駐車場までの臨時交通案内板が道路脇に設置されている。花見山との間には、シャトルバスが運行している。花見山の観光客を、福島市の中心市街地に呼び込むために、様々なイベントが行われている。以下は2009年の例。ありがとうございます。